かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールド・ロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。もう連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ロロナーゾロの公開処刑は3日後に決まったらしい。ひどい話だが、大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビ、これはゾロを仲間に引き込む。え、ただじゃ済みませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍が動く恐れも。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。ロロノアゾロ、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。俺は海賊王になる男だ。
前の宝物どれだ？三本とも俺のさ。俺は三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に盾つく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。コビーの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て魂だ。ハッポンドフォー。身分も低い、称号もねえ奴らは。俺に逆らう剣術がねえことを覚えておき。ゾロ、手貸せ。おう、任せろ。二人とも、すごい。ニッキしろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムのブチ。ナイス。ならお安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ、君たち。本当かね。俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか、わざと僕にけしかけて殴らせて、また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。
って喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。げ、何すんだ。ブワッハ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 ッ。改造を返した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う、自分の命を懸ける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。ゾロ！貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるね。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。グランドラインの海図をよこせ。狙いはそれか。てめえら何度かグランドラインに入って何をする。海賊王になる。死ぬわ。そん、そん、死ぬわ。
俺ゴムゴム好き放題やりやがって。てめえのその麦わらを見てるとあの男を思い出すぜ。クソ生意気なあの赤髪の男。赤髪ってシャンクスのことか。してんのかお前。ん、興味津々だな。おい、俺とあいつは昔同じ海賊船にいた。つまり海賊見習い時代の同志ってわけだ。シャンクスは偉大な男だ。お前と同志だと一緒にすんな。ふざけんな派手アホが。いくぞ。お前が海賊王なら俺は神か。よっ、はい、よっ、三刀流三脚本堂ガノン。大海賊キャプテンバギーの本気を見ろってんだから。それで計画の準備はできているんだろうな。えらいことだ。えらいこと聞いちまった。あの執事はキャプテンクロー、カヤの財産をずっと狙ってやがったんだ。夜明けとともに村を襲え、村の民家も適度に襲い、あくまで事故を装い、カヤお嬢様を殺すんだ。聞いた通りだ、ウソップ君。君が何を聞こうとも私の計画に影響はない。クソクソ。みんな大変だ。海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。今日という今日は許さんぞ。指揮者、信じてくれよ。本当にみんな殺されちまうんだ。とっ捕まえろ。くそくそ。俺は嘘つきだからよ。花から信じてもらえるわけなかったんだ。でも事実は事実。海賊は本当に来ちゃうんでしょ。間違いなくやってくる。でもみんなは嘘だと思ってる。明日もいつも通り平和な一日が来ると思ってる。だから俺はこの海岸で海賊どもをお迎え撃ち、この一件を嘘にする。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるかよ。とんだお人よしだぜ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど宝は全部
私のものよ。お前ら。よっ。どいつもこいつも黙って切られてりゃいいもの。お前みたいな男には絶対に俺はならねえ。ならないんじゃねえ、なれねえんだ、てめえごときにはな。よそ者のお前はなぜこの村のことに首を突っ込む。死なせたくない男がこの村にいるからだ。俺は疲れたのさ。海賊として名を上げることに。海で名を上げることが怖くて海賊がやれるか。三刀流三百本堂ヤモン。これだ。てめえら無駄に抵抗するんじゃねえ。今ここで計画通りに消されろ。黙って切られてりゃいいものを。させるか。貴様、離れろ貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。その小物。俺の計画は絶対に叶わない。名前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。この村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ、早く乗れよ。え、俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。バカ言え、俺がキャプテンだ。すまん、水と飯をもらえねえか。金ならある、いくらでもある。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ。
この船をもらう。守り抜くぞ。この船は俺たちのレストランだ。なんだ。何が起きた。ドンクリーク、温泉は切られました。切られた、切られただと。そんなバカな話があるか。まさかあれが。ここ剣で締めそう。
小僧、名乗ってみよ。ロロノアゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ。サントリュー奥義三千世界。負けた。かなわねえ。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。ドロー。若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれロロノア。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さしてこの剣を越えてみよ。この俺を越えてみよロロノア。出たかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえから。あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。もう帰るか、海賊王。シッ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 、ない。いいチームだ。また会いたいのだ、お前たちとは。よっよっ。バカだ、逆上した奴ほど殺しやすい敵はいねえ。てめえの墓場だ。行くぞ。ここは俺の死に場所じゃねえ。ここがてめえの死に場所じゃなけりゃ一体誰の死に場所だ。そこもの殺特大キャノン。お前もだよ。逆らうな。ゴムゴムのバズーカー。
りだぜ。勝負あったな、金槌小僧。今度こそ終わりだ。ゴムゴムの。おっつき。あいつらは？帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前、俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか？いや。なんだ知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ。おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんなクソジジイ。てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞ、チビナス。クソ。このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。待てよ、俺も行くよ。連れてけ。付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。俺は俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんだ。おい、サンジ、風邪ひくなよ。少しだよ、ベルメールさん。もう少しで何もかも帰ってくる。ここやし村もみかん畑も私の夢も。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった一回の後悔で全てが返ってくる。全て報われる。アーロンから解放されるんだ、ベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相変えて。あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの？守るぜ。俺がいつ約束を破った？とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った？
言ってみろ。シャーク。ルフィ、何を、何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから、島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。アーロンってのはドイツだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。よっ、お前をぶっ飛ばしに来たんだ。おざけ、加工したぞ。お前とてめえらとやる、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい、小細工はなしだ。あいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで加藤種族。ゴムゴムの Oh!
ルメールさん、8年もかかったけど、やっとみんな自由になれた。うはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。あ、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑、待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロ、だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めて見た男だ。刀は渡せねえんだ、どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。次第にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な、
私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、俺様から逃げおったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。いいところに現れるじゃねえか。どうした早く俺様を倒さねえと嵐で船が出せなくなるぜ。そうだった、出航の準備はまだできねえのかな。サンソン、島の灯台か。導きの火、あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする。しかしお前何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞ、グランドライン。城だ。医者。こいつは全身凍傷になりかけて、こんな格好で何のつもりだ。すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい。
一番ヤバいのはこの娘だね。死にかけてる。大丈夫だ。あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと治してやるから安心しな。中ばだだよ。わかったよ。助ける。チョッパー、治療だ。頂上に到達したルフィはドクター・クレハとチョッパーに救われる。ナミとサンジの治療も間に合い、自らも手当てを受けた。回復したナミはドクター・クレハにチョッパーについて尋ねる。ドクター・クレハはチョッパーの悲しい過去を語り始めた。人々の実を食べたトナカイ、トニートニーチョッパー。彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった。傷ついた彼を唯一受け入れたヤブ医者ドクターヒルルク。彼はチョッパーを息子として扱うが、死病に侵されていた。国を癒すためヒルルクはある研究に余命を費やしていたが、医者狩りを掲げたワポルの罠により世を去ってしまう。チョッパーはヒルルクの意志を継ぐためドクター・クレハの下で医術を学んでいたが、その心は未だ傷ついたままであった。待てこらあ、待てよ。あいつさっき喋ってなかったか。ん、そういやあいつ二本足で立ってたような。バケモンだ。なんだありゃ、二本足で歩いてトナカイでモコモコでチビででかくなって化け物で。いいやつだ。面白え。サンジ、あいつ仲間にしよう。こら待て化け物、俺たちの仲間になれ。あれ、この匂いはワポル。憲法第一条、王様の思い通りにならんやつは死ねえ。これがこの国の全てだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。おい、邪魔口。麦わら。お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあ、そんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも折ってやるぞ、そんなカバ旗なぞ。受けろ、危ない。お前なんかに折れるもんか。ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ。吹き飛べ、カバメ。ほらな、折れねえ。これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから。冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。国の誰からも好かれねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。クッパの旗がある限り俺は仲間ならいるさ。俺が仲間だ。よっ
王様だろうと神様だろうと、誰が偉くたって偉くなったって関係ねえんだ。それは海賊だからな。さあ味わうがいい国王の見せる奇跡。なんてろくなもんじゃない。あっという間に屍になるのがオチさね。それでもいいんだ。生意気言うんじゃないよ。たかだかトナカイが海へ出るなんて話聞いたことないね。そうだよトナカイだ。でも男だ。お前みたいな泣き虫が男だって、勝手な真似は許さないよ。お前なんかが海へ出て一体何ができるって言うんだい。あのヤブ医者のように幻想に生きるのかい。違う、幻想じゃないよ。ドクターの研究は完成してたんだ。
みんなソリに乗って山を降りるぞ。待ちだ。なに？用意はいいかい、若造ども。うちら私は悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。生かす。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なし。行くのよ、お前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2？あいつがミスター2ボンクレー。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたらこの包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ここから先は行かせねえ。すべてを許そう、ニコロビ。なぜなら俺はアナから誰一人信用し合いねえからさ。てめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。俺を誰だと思ってる。力びろ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。
他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。ギビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見つけちまえば。死なせたくねえから。仲間だろうが。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。ゴゴゴの雷警報発令よ。サンダーボルトカモン。お前なんかじゃ俺には勝てねえ。俺は海賊王になる男だ。の船に乗ってんだよ。あちしが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。ムキちゃんチーム、あちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オオカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてそう、急げ。ベビーちゃん、海軍もそこ
の。今、なんて。私、一緒にはいけません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だからいけません。そっか。私は印なら罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲間。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても、左腕のこれが仲間の印だ。やっと島を出たみたいね。ご苦労様。ああ。の、組織の仇討ちか。相手になるぞ。綺麗なお姉様。あ、なんだお前じゃねえか。生きてたのか。モンキー D ルフィ、あなた私に何をしたか忘れてないわよね。何って。おいルフィ、てめえ綺麗なお姉さんに何しやがったんだよ。おいお前、嘘つくな。俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな。どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ、死を望む私をあなたは生かした。それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もないの。だからこの船に置いて。なんだ、そうか。そらしょうがねえな。いいぞルフィ。心配すんなって。こいつは悪いやつじゃねえから。何か降ってき、人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実である。空からガレオン星。まさか空島から。突如空からガレオン船が落ちてきたことに加え、ログフォースが上空を指す海事に見舞われた麦わらの位置、この空のどこかに島がある。そう結論付けたルフィたちは、情報を得るためにジャヤ島に上陸、モックタウンへと入った。しかしそこは無法者たちが闊歩する町だった。へえ、おめえが3000万の組か。なんだ。何の真似だ、下っ端。その質問にはお前が答える。よし、覚悟できてんだなお前。待って、まだこの町で何も聞き出してないのよ。ねえ、私たち空島へ行きたいの。何か知ってることはない？あ
呆れたぜ。おめえをテストして新時代のクルーに加えてやろうと思ったのに、とんだ妄想野郎だ。空に島があるって、そういう嫁追いのバカを見てると俺は虫唾が走るんだ。ゾロ、この喧嘩は絶対買うな。さっさと失せろ、命があるうちにな、雑魚ども。空島はあるぜ。あんた、あいつらの言う新時代ってな、クソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって、おい、ぜはははは。人の夢は終わらねえ。そうだろう、笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだぜ。はははは。ルフィ、行きましょう。さあ来い。てめえみてえな腰抜けに何ができる。お前に勝って機械を取り戻す。俺に勝てるだろ。その生意気な口が聞けねえようにしてやる。てんのか。一瞬で片付けてやるよ。スプリングホッパー。あのジジイもおめえらと同類だな。400年前の先祖のホラを信じ続ける生粋のバカ一族だ。何が黄金鏡、何が空島、夢見る時代は終わったんだ。海賊の恥さらしども。パンチの打ち方を知ってるかって。あらよ麦わら。ベラミー、お前は5500万の大型ルーキーだぜ。やっぱり本物なんだ。ベラミーがやられた。教えてくれた場所に近いはずよ。ひし形のおっさんが言ってた通り、不思議雲が出てきたな。航海士さん、ログポースはどう？ずっとあの雲を指してる。引き返そうルフィ。空島なんて夢のまた夢だ。そうだよな、夢のまた夢の島。こんな大冒険逃したら一生後悔すんぞ。来たぞ。よし、
船体にしがみつけ。連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ。メリー号が連れて行かれちまうぞ。ナミさん、ロビンちゃん、これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。奴らの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれと。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞ、アッパーヤード。政界人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。いや、何やら騒がしくなってきたじゃないか。この者を。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。バカ2億ボルトバーリー。いやついにこの箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出された雷雲はエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を
闇と共に包み込む。さあ、宴を始めようじゃないか。守ろう。機関と分かれば、それなりの戦い方がある。やってみろ。空島と共に。エネルを倒し空島を後にした麦わらの一味は傷ついたメリー号を修繕すべく
船大工を求めて海を進む。その航海の途上、とある島で一味は意外な人物と遭遇した。その人物とは。あららら、これはいい女になったな、ニコ・ロビン。ロビン、どうした？知ってんのか、こいつのこと。海兵、海軍本部、大将、青木氏。大将って、どんだけ偉いやつだよ。俺がここへ来たのは、ニコ・ロビンと、モンキー・ディ・ルフィ、お前を一目見るためだったが、やっぱお前ら今しんどくか。いい仲間に出会ったな。しかしお前はお前だ、ニコ・ロビン。違う、私はもう。これだけは言っとくぞ、お前たちはこの先ニコ・ロビンを必ず持て余す。ニコ・ロビンという女の生まれついた星の凶暴性をお前たちは背負いきれなくなる。ここでお前たちの命を絶つのは造作もねえが、クロコダイルの剣で借りがある。じゃあな。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。どうしても直らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもおめえみてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ。お前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィてめえ、今何言おうとしたんだ。めったなこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー・ディ・ルフィ、俺と決闘しろ。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、殺す気で来いよ。帰り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しけりゃ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。お前を倒してメリー号はもらっていく。どんな手を使ってもな。やってみろ。やめてよ。頼むの。これ以上戦ったら
ムゴムのバズーカもらったぞ、お前の衝撃メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。海賊の手により消失し、お前たちも逃げた方がいい。逃げられればな。ニコロビンとは二度と会うことはない。我々ももう一人の重要人物を探さない。お前ら何なんだよ。我々は世界政府直属の暗躍機関サイファーポールナンバーナイン。非協力的な市民への殺しを許可されている。ゾロ頼む。お待ちご用だキャプテン。こいつら早え。今まで飛べんのか。これになんでこんなに体が勝てんだ。鍛え上げた我らの肉体は一つの広角にまで高度を高められる。ゴムゴムの全力で瞬時に型をつけてやる。そこの力はあるようだが、所詮我々の敵ではない。我々 CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義6式。あまり調子に乗らんことだ。世界政府の重要任務を任される我々とたかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差はこんなものではない。
せっかくだ。最後に面白いものを見せようか。ネコネコの実、モデルレオパルド。小人間か。違う。島の外まで飛べ。ダメだ。この先の海にまたこんなに強いやつが現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！うお！ゴムゴムのでっかいゴー！ジェットバズーカ！頑丈なやつだな。なんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。帰って。私はもう死にたいのよ。だこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？ああ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、小原の考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んだ。島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか？ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング、ん？あの旗打ち抜け。了解。まさか必殺ファイアーバードスター！やりやがった！海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった！正気か貴様ら！全世界を敵に回して生きてられると思うなよ！望むところだ！ロビン！まだお前の口から聞いてねえ！行きたいと言え！
いけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ。必ず助ける。よく来た。後のやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。ゴムゴムの。ここまでたどり着いたことは褒める。だがこの先に行くことはできん。で犯罪女、正義の門はもうすぐそこだ。たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。ロビンを行かせてたまるか。まだまだ。心配するな。一人残らず同じ地獄へ送ってやる。おお、やべえ。向こうからも撃ってきやがった。セカンド。見せてやる。六式のすべてを極限まで高めた者の最強の大義。三脚近藤キャノン。ゴムゴムの七息が。
むごむの撤回。この声誰？なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ！海へ！ロビン、ロビンを海へ落とせるか。任せて。海へ！とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわっ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろ。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ。なんとかしてくれ。一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか塔に超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。わかった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。あげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。ほぼ破ったことあるしよ。
ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよう。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんツーなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。メリー。ドキンカルイ。だぞ今のゴムに効くわけ。ファイアル拳は防ぐすべなし。げ、じいちゃん、じいちゃん、目を離してみればこのざまだ。赤髪に毒されおってくだらん。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。いやごめんなさい。ダメだ、あのじいさんに対する闘争心はすでに折られてる。じゃあどうすりゃいいんだよ。寝ておった。お、ルフィはどこじゃ。まだ話は終わってらんぞ。やるぞ、パンツ返せ。それじゃ仲間になれ。てめえ、船は気に入ったかよ。こんなすげえ船見たことねえ。ありがとう。あの船は俺にとってもおめえらにとっても最高の夢の船だ。パンツ返しやがれ。最高の船だ、大切にする。おしゃれな取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ、それこそが夢の船だ。待てフランキー。
こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよ、フランキー。なんだ？旅の荷物です、兄貴。ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不憫だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。行ってくれ。逃がさんぞ、子供ども。じいちゃん、よっしゃ、こんな時に。戻ってやるって言ってんだ。出航するぞ、俺が筋だ。よっしゃ、頼むぞ。マリーナ、助かった。
最後に一つ言わせてもらうぞ。ごめん、意地張ってごめん。俺が悪かった。今さらみっともねえんだけども、俺1秒やめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえから。ダメかな、頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。サウザンドサニーか、いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウドファースト。うおお、やりよ。メリー号にできてこの船にできねえことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってことかしら。そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル。何もかも謎に消える怪奇の海だ。お化け出るんだここの海。ギャー、やだー。悪霊退散グッズで身を固めねば。よっほほほよっほほほよっほほほほほほほいのほいよっほほほよっほほほよっほほほ。出たー。よっほほほほ。ごきげんよう。よっほほほほほ。何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。見ろ、喋ってる。骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しきお嬢さん、ビューリフォー。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。そんなことより、お前俺の仲間になれ。いいですよ。おーい、死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。キーシーシーシー、麦わらの影を入れてついに伝説の魔人を目覚めさせたぜ。俺はモリア様のしもべ、オーズだ。ルフィのゾンビだと。オーズ、最初の任務だ。思いっきりやれ。このデカさでルフィの動きとは恐れいる。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だが。超怖い。
かかってこい、藤原の一味。痛くもかゆくもね。あと一撃入りゃ。ロビン、フィエルナフルール。ブラック、頼む。よっ、どこに。天候は雨、クールダウン、レインテンポ。冷気砲発射。次はこっちだ。投げろ。お気をつけて。いや、サード止めるフルーツ。ゾロ、ホースの腹を引かせて。任せとけ、三刀流王子。三点世界。ウォーズの背骨が伸びきったぞ。行って、ルフィ。ゴブンを無ゴブの。どうだ。イガンゾ。マグーカな。全ての影たちよ、この俺の力となれ。シャドウズ・アスガルド。よっ
知らせるとどうなるか。運送に生きろ。世の中ってのは出る杭が叩き潰されるようにできてんだ。赤蔵だろうが出る杭だろうが、俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。なあ、ごめん風船。ゴムゴムのギガントジェットシェラー。ロックしすぎなんだ。七部会の、これだけ弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもない。私たちの命は助けてやろう。その代わり、麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ、麦わらをこっちへ。断る。残念だ。まだ立ち上がる気力が残っていたか。どうしてもルフィの首を取っていくのか。それが最大の譲歩だ。わかった、首はやるよ。ただし身代わりのこの俺の首一つで勘弁してもらいてえ。大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。そんな野心がありながら、この男のためにお前は死ねるというのか。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。ルフィは海賊王になる男だ。待て待て、クソ野郎、死んでどうすんだよ。おう、でけえの。こんなマリモ剣士より俺の命取っとけ。この一味で最も厄介な存在になるのは黒足のサンジだ。なっ、てめえ。五将の頼みだ。これで麦わらに手を出せば恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。モリアたちとの戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。身代わりになるというなら、お前がこの苦痛を受けろ。ほら見ろ、体が軽いんだよ。なんでだ。嘘つけ、そんなわけねえだろ。何もかも無事なわけねえ。あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。
あいつはどこだ？ここで何があった？何もなかった。たんまり作った。残すんじゃねえぞ。よほほほほほほほ。本当に。あ、失礼。あ、先日も今日もお腹いっぱいごちそうになって、私少し太ったかも。骨なのに。ってやかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けねえな。いつもは一番タフな男がね。これゴロの分な。さあ飲め。飲ますな。辛くない日などなかった。希望なんか正直見えもしなかった。にょっ。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。本当に生きててよかった。そりゃそうだ。今日という日がやってきたから。あ、私仲間になっていいですか？あ、いいぞ。さらっと入った。改めまして、私死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称鼻歌のブルック、うだつきでございます。今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。骨身を惜しまず頑張ります。よほほ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 ほ。おお、ハチじゃないか。何しとるこんなところで。その傷はどうした？レイリー、なんでこんなところに。うん、なるほど。まったくひどい目にあったな。お前たちが助けてくれたのか。さて、え、なんで、何した。今なんだこのじいさん。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー・ディ・ルフィ。名誉シルバーズ・レイリー、まさかこんな大物にここで出会うとは。この島じゃコーティング屋の霊さんで通っている。下手にその名を呼んでくれるな。おさん、俺に会いたかったってなんだ。うん、話は後にしよう。まずはここを抜けねばな。すでに海軍に包囲されているようだ。犯人は速やかに降伏せよ。じきに大将が到着する。どうなっても知らんぞ、ルーキーども。巻き込まれるどころか、完全に共犯者扱いだ。仕方ねえ、表の掃除はしといてやるよ。下がってろよ、これだけで十分だ。待て。ちっ、キリがね。ルーム、お前ら先に行ってろ。シャンブルス、気を楽にしろ、すぐに終わる。じゃあな、麦わら屋。
ござる。せいぜいお気をつけなすって、ひよこの職。何やってる、早く逃げろ。速度は重さ、光の速度で蹴られたことはある。これで終わりだ。カウンター、カモン。少しだけ本気を出そうか。腹が立つね。逃さないよ。おっとっと、なかなかやるね。でも甘いね。やめろ！無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい、冥王レイリー。若い目をつむんじゃない。俺から始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天野脈雲。困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ勝てねえ。旅行するならどこへ行きたい？ナミ！もうやめろ！お前！ナミ、助け！なんだ、俺は一人も救えない。もう二度と会うことはない。さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。
ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。ニワラ、貴様は絶対にここから出さんぞ。ここに牢の壁を作り、それでしばらく毒を防ぐんだがね。しかねない。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。
ミスター2。ミスター2、おめえってやつは。ボンボーイ、ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう。麦ちゃん、必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に、忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ワンちゃーん、残す言葉はあるか。本望、山畑でまた会おう。湾内海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ、うらら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 ら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うらら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 ら、ちょっと止まってな、エース。おやじ、勢力で上回ろうが勝つと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うらら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 ら、ら、アイスエイジ、青キジ、若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか。これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ、おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。この力慎みはせんぞ。よっ
始めろ、赤イル。流星火山。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ドフラミンゴ。海賊が海軍が正義、ものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。ねえよな、男一匹選んだ死の道。だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなっせべる。息はあんの、麦わらボーイ。イワちゃん、離せ、おっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てを。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。小ざくだけの異性の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。ケースー！
必ず助けるぞ。待ってろよエース。諦めんじゃねえぞ。くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。うわ、くそったれ。夜と年並みは超えられんか、白ひげ。わしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なさ。貴様も人の親だ、ガープ。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩れる。起きるか。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。おやじよ、俺はここまでだよ。いよ、俺を救ってくれた人をバカにすんじゃねえ。悲しくなけりゃ生きる価値なし。海賊に行き場所はいらん。この地は抜かせやせん。
げは敗北者として死ぬ。御宮山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルーギー。みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう覚えも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。
何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。ルフィ君、ここへ行け。一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前様は見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ。次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。うわもう何も見えんのか、お前には。どんな壁も越えられると思うておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、俺には仲間がいる。俺たち集合場所があるんだよ。行かなきゃ。すぐ会いて、あいつらに会いてよ。おお、ルフィ君、早速会えてよかった。ヘイリーのおっさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは。いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。了解。そうか、ルフィ。わかった、わかったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャボンディ諸島へ。サボ、これで俺たち兄弟なんだな。
エースの意志は俺たちがついていくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。早く行け。エリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー、行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。ロジャー？どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。すーげー、フランキーかっこいい。おーい、みんな、おーい。またみんな揃った。懐かしいな。ジンベイ、おお、ジンベイか。また会えて嬉しいぞ。ん？仲間は皆一緒ではないのか。
ああ、それがよ。コーディのやつが、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。ジンベイ、後のことは頼むぞ。俺は竜宮城に行く。待て、ルフィ君。お前さんらがホーディと戦ってはいかん。考えてみろ。お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなるか。魚人族にはこれまで人間に心を開こうとするたびに人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディとぶつかればどうなる。結果、この危機から魚人島は救われるとしても、人間に立てつくホーディを打ちのめそうとするお前さんの姿は魚人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベイ、こっちは仲間取られてんだ。ホーディってのもほっときゃ俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。そういやお前さん、あの男の弟じゃった。止まる気がないんなら仕方ないの。俺は竜宮城に行って仲間助けてホーディってのぶっ飛ばすんだ。それを待てと言うとるんじゃ。ほらほら、なんで喧嘩が始まるんだ。巨人空手の神髄は水の制圧。大気中の水から体内の水へ衝撃の波動が貫く。生物は水の塊。ゴム人間とて容赦はない。修行の成果はこんなものか。戦いはこれからじゃ。人魚たちを誘拐したのはお前たちなのか。答えてくれ。お前たちは巨人島の敵なのか味方なのか。敵か味方か、そんなことお前らが勝手に決めろ。人間と肩を組むとは、ジンベエもとんだふぬけ野郎だ。俺がこの島の王になれば全てを変えてやる。やがて魚人族に逆らう者はいなくなる。海賊の世界も同じだ。俺こそが真の海賊王にふさわしい。海賊王？やっちまえ！おい、ルフィ！何もしてねえのに、どえらい数やられたぞ！これが、覇気。たった2年で、ここまで。覇王色、やっぱ資質あったか、あの野郎。これくらいやってもらわねえと船長は交代だ。ホーディっつったな。お前は俺がぶっ飛ばさなきゃな。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな。海賊の王者は一人で十分だ。何
何人でもかかってこい。死んでも死にきれん。お前たちに勝てるわけない。助けを食え、下等士族。かたじけない。頼むぞ。ここに入ってくる敵は俺が皆殺しにする。Yeah!
そう、それがもの次こそその腕食いちぎって、レッドホーイ。タフさは奥越えだな。巨人忠実水心を裏さめや。ベルを。問題ない。実験はいつ始まるんだ。時期だ。モネ、映像を出せ。はい。ん？おお、自由だ。さあ、お前らをどうしようか。どうするかもう決めてあんだろう。さっさと早く鎖を解いてください。何でも言う通りにしますから。ふざけんな、たち。海賊に媚びてまで命が惜しいか。今は土下座してでも命を乞うべきです。ここで死んだら部下も全員見殺しに。女の方がいくらか利口だな。作戦は続行だ。今度こそシーザーを捕らえるぞ。暴れるぞ。これで終わりだ。ベルの3。やっと思い出したか、あるべき上下関係を。クソガキ。そう思ってろってことだ。いつまでもその椅子に座ってられると思うな。お前ら聞こえてんだろ、ジョーカー。ベルゴはもう終わりだ。シーザーは麦わら屋が仕留める。つまり SAD も全て失う。いつものように高笑いしながら次の手でも考えてろ。俺たちはお前の笑みが長く続くほど予想通りには動かない。へへ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 へ、意気がってくれるじゃねえか、小僧。大丈夫か、ウェルゴを切れさせてやしねえか。昔覚えてるか、どうなった。お前ベルゴをぶち切れさせて一体どうなった。お前のぶった切り能力でもこいつの覇気は全てを防ぐ。立場、実力ともにお前はベルゴにかなわねえ。頂上戦争から2年、誰が何を動かした。あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言ってたな、手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。
はシーザーの言うとおり、ぶっ飛ばすのは構わねえ。必ず捕らえろ。管制室を抑えられたじゃシャッターを閉められねえ。制圧を急げ。この病が運用もう逃がさねえぞシーザー。痛い目を見てほしいな、トム野郎。俺のガスの前では無力。神経に働きかける速度たるや、もはや芸術。おい、どこ行く？麦わらのルフィ、急に腰が引けたが、みっともねえ男だ。だがもう、この島に逃げ場など残されちゃいねえんだよ。の顔はもう見たくねえ。ゴムゴムの、そうだ麦わら、お前俺の部下にしてやっても。グリズリーマグナム、イゴネラ。おい、麦わらや、ここは急いで離れるんだ。シーザーを捕らえた以上、すぐに追っ手が来るぞ。そうなのか。よし、わかった。宴だー！よっ。おい、太平
海賊と慣れ合ってていいのか。停戦で兄貴。ロウ、お前麦わらを利用して何を始める気だ。利用ね。どっちが利用されてんのか。俺はこれからグリーンビットに向かうつもりだ。さて、麦わら屋の一味を俺の手に負えるかどうか。長官が来たか。乗ってればよし、乗ってなければ。ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ七部会脱退、ドレスローザの王位を放棄。本当に、うん、王位？王様だったんですか。こんなにあっさりことが進むと逆に不気味だな。これでいいんだ。奴にはこうするしか方法はない。で、なんで俺たちの顔まで乗ってんだ。はぁ、七部会トラファルガーロー、麦わらの一味と異例の同盟。ローに対する政府の審判は不明ですって。ド・フラミンゴに集中しろ。作戦を進める。ガチャ。俺だ。七部会をやめたぞ。もしもし、俺はモンキー・D・ルフィ、海賊王になる男だ。麦わらのルフィ俺はお前に会いたかったんだ。お前が喉から手が出るほど欲しがるものを俺は今持っている。あ、何言ってんだお前。ジョーカー、余計な話をするな。約束通りシーザーは引き渡す。今から8時間後、ドレスローザの北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。それ以上の接触はしない。寂しいね。成長したお前と一杯くらい。ガチャ。船はドレスローザにつける。目的を見失うんじゃねえぞ。着いたぞ、ドレスローザお前か。新たに海軍大将に特任されたフジトラ。噂はよく聞いている。実力は折り紙付きの化け物だとな。こらどうも恐れ入りやす。それで海軍は今回のローの処分をどう決めた。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらと俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。不器用な男だおめえは。では称号剥奪で。嘘だろ。隕石？冗談じゃねえぞ。おい、水の教育はどうなってんだ、野良犬が。目が見えるかどうかの次元じゃねえな。
へえ、どうも。ほんの腕試しで。見せてやるよ、二刀流の極意をな。怪人が俺を狙う。俺はドフラミンゴの部下だぞ。なんじゃこの理由は。これで大将をやらせてもらってるんでね。ただの賞金くんだ。解放させたのただけだ。捕まる気はねえ。相手はしてやる。やつを古城に近づけるな。いただくぜ、メラメラの実。やめろー。竜双剣、竜の息吹。うわ、なんだこのメラメラの実は俺がいただく。久しぶりだな、ルフィ。俺の邪魔はさせねえ。言えろ。本気を出そうか。これならどうだ。仲間がいる限り俺は負けねえ。もう俺の糸からは逃れられねえ。覚悟しろ。終わりにしてやる。
わりだ。カウンター。エワンボタン。ようやく追い詰めたぞ、ジョーカー。おいおい、この程度で俺を倒すつもりか。うるさいと。トロしまった。仲間を盾にされちゃ手も足も出ないか。いわれ。惜しかったな。だがそろそろ死ね。いけるか、ルフィ。ああ、とどむの。いいと。アグナ。これで終わりだ、ジョーカー。やってくれるじゃねえか。まあいい、ガチはお前らに譲ってやる。ミンゴ、待て。フジトラ。四皇黒ひげと同盟を結んだドフラミンゴは今や海軍の標的。手出し無用に逃げやす。こいつらが俺の仲間なんだ。こいつは。いや悪い、俺はそろそろ行かなくちゃならねえ。え、もう行っちまうのかよ。俺にはやり残してることがある。何、またすぐにどこかで会えるさ。お前らルフィはいいやつだろ。
昔と全然変わらねえ。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手焼くだろうが、よろしく頼むよ。仲間を見つけたな。お前もそう思うだろう、エース。麦わらや、俺の目的は果たした。同盟は終わりだ。トラオ、カイドウってやつをぶっ飛ばしに行くぞ。お前には借りもできたしね、麦わら屋。いいだろ、もう少しだけ付き合ってやる。よし、待ってろ四皇。待ってろシャンクス。海賊王に俺はなる。な海賊になってな。待ってるぞ、ルフィ。